疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日は日曜日で今週ですね、はい、最後の営業日でしたけども、はい、まあ、今週最後とともに今日から12月1日ということで、はい、新しいね月が始まりまして、うんうんうん、まあね外も寒くなってきたしちょっと冬っぽくなってきたかなと思うんですけど、はい、うちのお店ね12月、うん、いつだ最終月曜日、最終月曜日って言えばいいですか、はい、一番最後の週の月曜日ね、うん、20何日だったかな、違う30日か、そう30日ですね、うん、30日は、うん、まあ、毎年そうなんですけど最終月曜日はね休まず通常通り営業いたしますと、うん、はい、いたします、はい、はい、なので月曜日だけどやってますので、はい、はい、その日に来れる方はぜひ来てください。そうですね、はい、そして31日の大晦日は、はいはい、ちょっといつもよりも営業時間早い3時だったかな、で、ね、はい、で受付終了になるんですけど、うん、ほらあれじゃん、大掃除、うん、お家にいると大掃除のお手伝いしなきゃいけないあとお正月の買い出しに使われる、はい、それ嫌な人ぜひね、この2点、どういうこと、逃げたい人バックステージお待ちしてます。いやー、そうなんですよね、ありがたいことにもうすでにね31日の予約もいただいてる方もいたりして、あ、ほんと、そう、なんで、いや、わからないけど大掃除から逃げたいんじゃないやっぱりそういう感じ、そう、毎年いるよ、私のお客さん担当させてもらってるお客さんでも家にいるとさ大掃除しなきゃいけないじゃんって言って、まあ、逃げてきたっていう人いる、うん、ぜひね、そう、うん、そうですね、はい、お店もしなきゃちょっと、そうなんですよそうそう大変、そうそう、うん、ね、まあ、はい、今日から12月がね、はい、スタートしたわけで、うん、でね、うちのお店はまた新しいメニューや、ね、トリートメントなんか、あ、まあ、そう、いろんなこともまたちょっと始めたりなんかして、うんうん、まあ、いろいろね、そんなのもなんて言えばいい、そんなメニューも取り揃えてお待ちしてます、はいはいはい、ということが言いたかった、まあ、とにかく12月はやっぱり今年1年、あ、間違った、今年最後の月、うん、はい、1ヶ月、ね、だからお店もね、ちょっとこうワイワイムードで行きたいと思うので、うん、ぜひね、今年最後に皆さん良いお年をって言って、そうですね、それは言えたらいいかな、はい、そうそう、来年もよろしくねって言って締めくくりたいので、はい、はい、来てください、はい、はい、12月たくさんの皆様のご来店心よりお待ちしております。お待ちしております。はい、はい、今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。